関西最大級メンズサロンルースト、新入社員入社初日、早く到着した3人に直撃してみました。まだ30分前ですけど、早いですね。あ、そうですね、ちょっと早めに来ようかなと思って。早いね、初日ぐらいは。はい、どうですか、今日。今日は初日ですけど。今日はとりあえず、皆さんと自己紹介とか、そういう感じも含めて、仲良く、これから仲良くやっていけたらいいなと思っています。よろしくお願いします。お願いします。頑張りましょう。頑張りましょう。あ、おはようございます。おはようございます。ゆうきくん。はい。はじめまして。はじめまして。今日初日ですけど、はい、どうですか、緊張してます？いやー、ちょっとだけ緊張します。ちょっとだけ。でもなんか、うん、初めて会う人とどんだけ仲良くなれるか、うん、ちょっと楽しみです。お、おはようございます。ゆうきくん。はじめまして。はじめまして。今日初日ですけど、はい、どうですか、心境は？いや、緊張して眠れなかったんで。緊張して眠れなかった。もうとにかく愛想よく。愛想よく大事ですね。新入社員同士の自己紹介から一日が始まります。名前は森太一って言います。で、今、自分は中途で3、4ヶ月前にルースト先に入社させていただいたんですけど、一緒に成長していけるようにこのアカデミー取り組んでいきたいと思うので、よろしくお願いいたします。和歌山から来ました山本由紀って言います。僕が一番大切にしていることは、周りに感謝を忘れないってことで、やっぱりそれをお客さんであったり家族であったり同期のメンバーであったり先輩であったり、それを忘れずに頑張っていきます。渋谷店で去年の中途で働かせてしまっております。竹原さんと言います。この東京と京都でちょっと距離があるんですけど、その思いは一つなので、もっともっとたくさんのお客様を輝かせられるようにみんなで一致団結して頑張っていきましょう。はい、よろしくお願いします。自分は永井渡と言います。はい、広島から自分は来ました。それで、最初は、今日はとりあえずみんなと仲良くなれることを頑張っていきたいと思います。はい、ちょっと待ってください。緊張するわ、ラストラ緊張するわ。おはようございます。おはようございます。大阪から来ました、藤田斗真と申します。自分は、数々の、男の人を、かっこよくしてきたりとか、ヘアセットをしてきたりとかが得意なので、最初のうちはちょっとガラリと変わっちゃうので慣れないことがいっぱいあると思うんですけど、一団結して頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。4月から中途でルースの方に入らせていただく斉藤リットです。自分がどんな美容師になりたいかっていうと、技術以上のものを届けられる美容師になりたいです。美容師としてやっぱり技術があることは当たり前で、その上で人として何かお客様にプラスアルファを与えれるような人間になりたいなと思ってます。自分は、ルーストに入って、メンズサロン中心でやってると思うんですけど、その女性のメンズカット、ボーイッシュな子も増やして全国に広めていきたいなって思ってます。愛知から来ました伊藤優和です。お願いします。お願いします。あ、誕生日おめでとうございます。僕は、元大地でずっと実家とかいたんで、一人暮らしも初めてで、今すごいめっちゃ不安だったんですけど、ちょっと皆さんの顔見てちょっとほっこりしてるんで、よく不愛想とか言われるんですけど、結構喋る方なんで、なんか気さくな感じで喋りかけてください。お願いします。はい、愛知県出身の佐々木陽っていいます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まずこの環境に早く慣れて自分の実力っていうものを早く発揮して、そのちょっとした夢っていうか、目標なんですけど、そのルーストさんのちょっと CM になんか乗せて、もっと多くの人に知ってもらいたいなっていうのがあって、そのためにちょっといち早く努力して頑張りたいと思ってます。
お願いします。ブーストでカットとかメンズ、まあ、フェードとか、まあ、センターパートの爽やかなスタイルとかも入れていけたらいいなと思っていて、うん、で今後はやっぱこういう知らない人が多いところでこう一生食べていくかもしれないので、うん、ちょっと人として周りから嫌がられないように。嫌がられないように。三田亮太です。はい、風邪ひいててこの声なんですけど、奈良県出身です、うん、で担当していただいてたスタイリストさんは荒木さんです。似てる。いいちょっとキラキラしてるな、そっちに見てくださいキラキラしてるもん、はい、キラキラしてるものが好きです。今日から始まるアカデミーでは、スポンジのようにいっぱい吸収して一人でも OK な方の人生を輝かせることができるように、はい、皆さんと切磋琢磨して頑張りたいと思います。青森出身の海老名レオンです。よろしくお願いします。お願いします。僕はルーストで早くみんなと仲良くなって、うん、早くなれて技術も技術もしっかり頑張れ。技術も早くできるようになって、うん、まあ、レストの一番になれるように頑張ります。福岡県出身の後藤寛太です。おい、まあ、小中高専門とずっと実家で、うん、福岡で暮らしてて、うん、まあ、今回その福岡から京都に出てきて、うん、まあ、せっかく出てきたからには積極的にいろんなことに挑戦して、うん、けどその中でも一人で成長するっていうより、うん、みんなと一緒に成長して、うん、みんなでその強いところを伸ばしていけたらいいなと思ってます。うん、佐藤翔と言います。はい、今まず遅れてすいません。はい、大丈夫です。お誕生日おめでとうございます。ルースターに入って、美容師皆さんと一緒に美容師として人として成長できればなと思っているのでよろしくお願いします。エチゴヒロムと言います。今渋谷店で働かせて、中東で去年の9月から働かせていただいてて、まあ、僕の夢としては、美容師の好きなランキングで僕は1位を取るので。おはようございます。おはようございます。武田修斗って言います。お願いします。わからないことだらけなんですが、どうだったら仲良くしてください。はい、よろしくお願いします。失礼します。山内敦樹です。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。2006年3月8日生まれの18歳です。2年間バイトしてて、うん、はい、多分一番長くいるけど、うん、全然一番年下なんでどうしようかなって感じですけど、はい、美容学校も行ってるんで、うん、絶対に、うん、両方とも免許取って一番早くスタイリストになります。はい、はい、京都生まれ、京都育ち、阿部圭吾です。まあ、話しかけてくれたら嬉しいです。ここでルーストの創業者渡辺社長が思いを語ります。まあ、そもそもなんでルーストを作ったのかっていうとこから話できたらいいかなと思うんだけど、美容師とか美容師としてこう技術でなんかこう世の中に貢献できる仕事とやりがいのある仕事やのに、なんか僕らのその当時って給料も安いとか休みがない、有給が取れへん、まあ取りたかったわけじゃないんだけど、こう世の中中小企業に勝っていくにはでもそこの土俵に整えへんかったら、このやりがいのある仕事とかみんなが一生懸命やってる仕事がなんでこう認められへん業種なんやろっていうのが悔しいなっていうのを思って、で、まあ、ちょうどそこは卒業っていうのがあったん で独立がちょうど30の時に独立して、じゃあ業界変えたろっていう、まあ、業界変えたろっていうかより良くしてあげようっていう、じゃないとこれからの持病師さんたちがなりたい職業になれへんなっていうところで、でルースを立ち上げていって、全部この関わる全ての方の人生を輝かせるっていうことにつながってるっていうのを忘れんと思っておいてほしい。
で目標と目的ってなんか似たようなものに聞こえてくるから、あのすごい迷うこともあると思うんやけど、結構目的と目標の話が上手い方がここにいるので、ご注意です。でじゃあちょっと中川さんから富士山の話してもらおうかな。はい、目的っていうのは、まあ、みんな富士山分かるよね。静岡の富士山は、イメージとしては富士山に登ってば綺麗な景色を見たい、これが目的。 OK。 で目標っていうのはその富士山登るまでに多分あれね、南郷とか一発でゴーッと登るとかじゃなくて、一個一個こうクリアして多分登っていかんとあかんと思うけど、その一個一個クリアすることがこの目標、それが達成することでその自分らが叶えたい、まあ、それこそ富士山を見たいっていうのが叶うっていうのが目的です。これが目的と目標の違いです。今からサイコロ振ってもらって出た目進んでもらったら、そこのひっくり返した時に質問が隠れてるんですよ。でその質問に答えていってもらうみたいな感じなので、振っていいですか。振って、うん、どうぞ。3、いいね。初見や、初見の。どんなバイトしてた。おお。最後のバイトはあのキャバクラの合意をやってました。なんか学んだ。なんか学んだ、はい、世の中にはすごいひどい人がたくさんいます。ひどい人がね。はい、私リアル髪型教えて。誰に聞きたい。東京グループの藤田君。おお。10人に聞いた。10人に聞いた。顔似てると。顔似てると。あ、最後の晩餐、苦い。最後の晩餐、うん、でも結構自分甘いの好きなんで。そうなんよ。そうなんですよ、プリン好きで、最後最後にプリン。最近ハマってること。最近ハマってること、韓国アイドル。意外、めちゃめちゃ意外やったわ。なんか韓国ドラマハマって、うん、韓国語を勉強してから、うん、韓国アイドルに、すごいルート、珍しいルートじゃない。実は意外と実は意外と丸々なんです。実は意外と丸々なんです。おしゃべりなんです。ほんまに。ほんまに。どんな理美容師になりたい。そうですね、自分もともとずっと丸坊主で、まあ、全くおしゃれとか興味もなくて、それで、まあ、その髪の毛でやっぱ人生変わって、その髪の毛で人生変われるってことも自分自身が証明したんで、それでやっぱ、まあ、そう言ってやっぱまだおしゃれとかに興味ない子とかをやっぱかっこよくするっていうところを、まあ、そういう人生変えるような美容師になりたいかなと思ってます。ちなみに昔の写真がこれです。どっちがあったの。どっちがあった。今日からこの仲間たちと共に日本一早い2ヶ月デビューへの道を歩みます。